またピアス動いてるって。どうだったの今の矢印。せっかくさブランド前のさ V やねんな、V やねん。いっつもこうさ上向いてなんか A なったりとかさ大なり小なりなったりしてる。そう三角コーンみたいなんねん。すぐ動くねん。せっかくのえずっとまたつけっぱなし。いや俺昨日洗ってるから。えお風呂終わった後もつけっぱなし、うん、洗ってるからちゃんと。いや洗ってるみたいに、もう洗ってないって話すな。意味あった。普通にもうケアしてます。せーの、こんちゃす。どうも、なごみでーす。こうくんでーす。なこなこでした。はい、ということで、はい、今日は僕の持ち込み企画となっております。なんか引きすぎって。いや、今回も自信あります。これはなごみ前もって聞いてる。これはマジですごいよ。今日の企画結構みんな楽しみにしてると思う。どんぐらい楽しみにしたかというと、聞いてない聞いてない誰も振られてないで、なんで勝手に。あら、まあ勝手始めてみてって。今日の企画は、はい、彼女の学生時代の写真大公開スペシャル。特番です。特番なんこれ。日テレの特番。特番はい、ということで、はい、俺なごみのことを高校生の時に声かけたやん。なげが制服着てる時。ユニバやから制服着てないじゃん。なげが制服着てる時代に声かけた。だからその俺ロリコンみたいなそのブランディングさせてくる、やめてくれ。制服着てるからこそ声かけてきたから。あの決して着てなかったよね。あのチャンピオンのトレーナー着てたよな。よう覚えてんな。なごみがちょっと学生時代、はい、まあ今ももちろんいいけど、学生時代がちょっとどこまで可愛かったかっていうのを聞いてるだけではっきり分かってないと思うよ。そうなの。そう、なんでこの企画をこうくんが提案してきたかっていうと、うん、この間片付けをしてる時にデジカメっていうのなんかミラーレスみたいなのが出てきて、なごみが高校時代に使ってるカメラやったんや、うん、それを見返したら高校時代の時の写真とかがいっぱい出てきて、そう全然表にも出したことない普通の高校生活の時の写真がいっぱい出てきたから、うん、せっかくやったら公開するかってなって、これは世に出さないともったいないと思って、じゃあ早速やっていきたいと思います。よし行こうか。はい、ということで、はい、コークに言われて結構まとめては来たんよ。古いものから出していこうかな。いや楽しい。俺も久々に見るもん。多分な見たことない写真とかあんね。あ、マジ。あ、付き合う前のやつとかもある、うん、あるあるある。全然これ楽しみやな。じゃあちょっと早速、はい、いきます。じゃあまずは中学生の時の写真です。中3。え、中3の時からも可愛かったってことやんな。じゃあそういう可愛いから可愛くないかってじゃなくて、写真があるから出すねん。なんでそんなしにくくしてくんだ企画。いやでも自分が持ってきたくせにさ。でも俺中学生の時とかあんま見たことないと思う。ないと思うよ。普通に楽しみやねんけど。じゃあどういう意味で始まりました。ちなみに JC やん。 JC JC 絶対好きならんのよ。JC 好きやろ。 JC は好きならんのよ。まだビッチビチや。数学のまだ掛け算とかかけ算足し算とかじゃない。はい、はい、15とか16ぐらいかな。若っ。の中井さん、あの中学時代テニスをずっと部活してたから、はいはいはい、テニスの時の写真があったので出ました。はい、錦織圭時代。圭時代、圭時代お願いします。じゃあええちょっとって黒めっちゃ焼けとうやろ。焼け酒いちゃう。焼け酒したかんだ。焼け酒ってあの喉やねん、それ酒焼けしてんねん。めっちゃ焼けてるやろ。足黒すぎん。デリカシーなさすぎん。え、なんで。じゃあ全部部活動でやからな。うん、そう、まあ部活を辞めてからは戻ってんけど、あとこれも写真やで。おい、すごっ。あ、でも顔小さいな、やっぱり。これがまあほんまに中3やねんけど、この時はテニスのあたりが化粧とかも全くしてなくて、スポーティーな女の子って感じやったと思う。いや確かに、もうこの時もじゃあもう全然部活しかしてないみたいな感じ。もう部活やな。すごいな。面影はある。そりゃあるやろ。3歳とかちゃうねんからさ。いや中学生でもさ、うん、まだそこまで変わってないかなみたいなのを思ってる。ああ、うん、今回ってこの時土かぶってるもんな。あ、そう、まだ今の時期やから、あのまだ種まかれた時。種な、種まかれた時。まだ咲いてない。咲いてない。中学生の時やっぱりモテた。え、分からへん。モテエピソードとかは分からんけど、中高一貫やねんな、うん、中学生と高校生一貫やから、そのままエスカレーターみたいな、うん、やからこうメンバーあんま変わらんから、うん、高校時代よりかはやっぱ中学の時の方が告白とか多かったかもしれない。告白何回された？人生でってこと？うん、何回なんやろ。でもこの時点でやばいやん、数えられへんからな。登録者の何やねん。110万とか。110万とか金の盾もらえそうやもん。え、こうくん何回？俺なんかもう結構ほんま多いと思うけどな。何回ぐらい？15とか。リアルに？あ、15とか。なんでその鼻の穴膨らんだ。いや元からやねん。
タピオカみたいな。タピオカだ、元カレやねそれ。タピオカ入る前からタピオカやからさ。え、じゃあ最先端やん。いやでもほんまに3回とかちゃう。え、ちょっと、なんでバカにしてお前結構みんなのこと聞きました。ちょ、バカにしてんじゃない。何でいちいち15とか言ったんだ。ボケで言ってるからな。ボケでな。で、何回なん。何回なんやろ。ほんまなんかさ、ちょっと悪い感じに聞こえるかもしれんねんけど、え、なになに人殺したとか。中学、すいやめて、すいわといて。中学の時に数えたことがあんねん。正の字で数えてて。違う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 、はい、今日も2人目、3人目違う違う違う。中学の時になんか先輩から聞かれたことがあって、あ、数えた時があって、あ、その時に多分20なんか、え、ガチ25とかそんぐらいやったと思う。クラス超えてない。だってクラスって言うたら30人40人でさ、半々なわけやん、クラス超えてるやん。あ、F4 なんか F4 の人一人だけ別教室用意されてた。上になんか赤い絨毯みたいな部屋用意されてなかった。え、すごいな。それが中学の時な。高校中学はこんだけしかもう写真なかった。携帯買い替えたからさ。あ、なるほどな。そうで、次高校が、はい、マジで未公開やねんけど、コウ君にも見せたことないんだけど。それめっちゃ楽しみ。ほんまに多分高1その時部活動は高校もしてなかったから。あ、知らなかった。じゃあガングロタバコちゃん終わった。ガングロタバコちゃん終わった。あ、ガングロタバコちゃん、白子タバコちゃん。白子タバコって言わんのよ。タバコあれはもう白いからさ、あの白いタバコってあれがタバコやねん。じゃあタバコ時代高1こちらです。じゃん。え、これは学校とか関係なしに外やわ。ユニバー。そう、友達と双子コーデっていうんかな。これチョコのやつやな。あ、そう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 、まあ、M&M の、 あのそれのコスプレしてたってことだ。それのコスプレやったらさ丸やん、ただの。いや、それのコスプレはただただ落ちてるチョコやねん。誰もそのコスプレしたくなくない。転がるしかない。ハロウィンでもおらんやろ。なんか普通にお揃いしてって。これは白飛びしすぎた。もう輪郭出てないで。いや、なんかさ、やっぱさ、フィルターがあるんよ。え、こんなフィルター。白飛びフィルターみたいなやつ。なんか流行ってんの、ね、やっぱ時代によってさ。え、太陽ここあるわけじゃないよな。光漏れが行きすぎて太陽ここにあるんじゃないよな。あ、違う。そう、そういうフィルター。あ、なるほどな。アヒル口しちゃってる。アヒル口はよくしてた、この時代。え、噛んだよ、やってるね。そんな口フィルター噛んだよ。あ、分かる。お前それはいじんなよ。ハルタピオカいじってるさ。自分のモテエピソード言ってる時俺めちゃくちゃいじられてんねん。こんなんなってるから。いや、これ分かった。あの、アヒル口な。友知。おー、やっぱり。やっぱり。あ、そう、トレンドやったもんな。そう、ナグリラはやっぱさ、AKB 時代やから完全に。そっからやもんな。友知、うん、とか、あの、桐谷美玲ちゃんの口が流行った時。そう。これ多分結構みんな共感してくれてる人も多いと思う。やっぱアヒル口とか写真撮ってて。アヒル口流行った。そう、こんな感じが高一です。せや。はい、じゃあ次も高一いきますね。あ、まだ高一。高一の、はい、まあ、冬ぐらいかな。が、こちらです。じゃん。うわ、かわいい。なんか撮り方若いんやけど。あ、そうそうそ う, そ う, そう、撮り方若いよな。しかもピースここで4月。確かに、うん、俺と同世代っぽい撮り方してるもん。うん、60歳ぐらいで言い方してんじゃん。俺はピースこうしてたもん。おぼくそ指開けるやろ。フォーク投げるみたいな感じやから。で、ボール挟んでるみたいな。ピース癖やんな。そう、今でもみんなこうやんか、うん、なんかあの時代っていろんなピースあったよね。キューとかあるよな。でもユニバで友達とユニバめっちゃお揃いして。あ、ユニバめっちゃ行くやん。超行ってた。もう休みの日といえばユニバって感じやった。年パス持ってたんかす。余裕で持ってた。いや、でもなんか可愛い。やっぱりちょっとなんかやっぱ幼い、おぼこいよ、うん、おぼこいけど、やっぱりこれが学校ってやっぱりそれは有名になるわ。いや、でもなんなん。いや、でもほんまにやねんな、ここに関しては。なんかボケとかじゃなくて、うん、すごい一回なってみたいなみたいなのある。長江にもしなってたらどうしてたんじゃ。おっぱい触ってたかも、やっぱり。君の名はやん。そう、朝起きてうちになってたらこう。そう、君の名は。え、だからチンコ揉んでるやろ。揉むってなん。解剖学、杉田玄白。いらんやん。はい、じゃあ次行きます、はい、次が、じゃあ校に行くの。あ、校に来ました。じゃん。あ、これ俺見た。これツイッター載せてて、昔のユニバでツイッター交換してさ。そうそうそう、見た。これめっちゃ可愛いやんってなって、おめでとう。顔小さすぎん。だからだからよ。だからね。なんでだと顔小さい。知らんやん、そう。おかしいやん。これは多分高2ぐらいの時にみんなで花火大会に行って、うん、こう思ったら顔はあんま変わってないけど、うん、大人っぽさが中学と高校全然ちゃう。ああ、やっぱ雰囲気は変わってくるよな。おかしいよ。やっぱプリクラもちょっと時代感じひん。圧倒的やん。なんかもうせいやさんみたいになったけどさ、圧倒的マガボン。
マガボンとか、あの、せいやさんだったけど、うん、いい病院で生まれた。え、いい病院、産婦人科、え、東京大学附属病院。そこで生まれたらどうなる。綺麗に産んでくれるから、顔小さく産んでくれる。お母さん関係なし。 あの普通の病院やったらちょっと顔広げて生まれてくるから。ちなみにコウ君はどうされた。あ、俺あのヤブ医者。嘘で、ほんまに嘘ですから。これほんまにもうちゃんとしたすごいいいお医者さんに育てられ、あの育てられて。そんなお医者さんおらん。産んだ人最後まで育てるお医者さんおらんから。じゃあ次はちょっと、はい、あんまもう高2がなかったから高3飛んじゃうねんけど、今から制服とかに入ります。制服来ました。嬉しい。いや嬉しくないか、別に。なあやめて。もうずっとやねん。嬉しい。でもこれ2021年上半期ずっとそれされてんねん。上半期大賞やねん。じゃあ行きます、はい、高3の文化祭です、うん、じゃあ文化祭のその体操服の時な、はい、こちらです。じゃん。うわ、いやこれおかしいやん。主治医ハーバード。主治医ハンバーグ。だっけ、主治医ハンバーグ。ジューシーなハンバーグちゃうわ。イヤホンガンガンゲームしてないね。主治医ハーバードって、だから担当の医者がハーバードの人やったんですかって言って、生まれた時のな。そう、ジューシーなハンバーグってどういうことやねん。これ見て絶対ならんやろ。そんな顔テカテカしてたん。口で出てる油肌の方。そう、これとか、まあ、ここらへんやな。いやでもすごい、これはマジでおかしいぞ。こんなん学校おらんもん。おるって。橋本環奈ちゃんの写真とマジで一緒や、俺からしたら。なんでさ、そうやってさ、いやこれだ、ラグインの写真しづらくする。ほんまにガチなんよ。これも千年に一人みたいに言われる写真やと思う。これ、まあ、あのスカウト目線で言ってんの俺。芸能事務所やすし、うん、俺中心。やすしちゃん。やすしちゃうね。私みたいな感じでやすしっていう。やすし的またはあのパーク的にはJY だ。JY の方の、うん、センターに置きたい。センターに置いてメイク発表取ってほしいもん。しゃましか。すごいわ。こんな感じで、まあ、体操服で、まあ、ちょっとカチューシャとかして楽しんでた。顔が楽しいもん。顔がディズニー。顔の中にもスプラッシュマウンテンあって、プーさんあって、乗り物扱ってる。顔の中で。そう、おかしいよ。はい、こんな感じな。この文化祭の制服バージョンで、この制服バージョン見せてよみたいな、うん、はい、こちらこんな感じで。今ちょっとさ、俺さ今引っかかってるけどさ、制服バージョン見せてよみたいなって言ってた。見た、見たいみたいな。もう気持ちよくなってくる。やめてよ。そっちじゃないって、制服やから言うて。あ、そういうこと。見たいやろじゃないから。あ、そう、制服やから言ったらいいな。私の顔見たいやろではない。あ、ではない。あ、よかった。制服そこはちょっと気になってさ。この後やっぱ制服また違うの出てくるんだけど、夏服とさ冬服とかもあるやん。いや俺の制服マニアやめろ。どっちも見たいみたいやめろ。いやなんかどっちが見たいかなと思って。考えたことなかったから。まず夏服じゃん。考えたことない。じゃあまず夏服はこれな。ああ、これまでは文化祭の後やん。三つ葉やん。三つ葉なの。三つ葉やん。え、やば、おかしいもん。いやもう楽しそう。え、こうって楽しくなかったよ、学生。いやもう楽しいよ、お前。だから楽しくなかったそうにやめろ。俺を基本スタベースで喋るのやめろ、お前。違うよ。おかしいやろ。違うよ、楽しくなかったんって聞いたよ。楽しいよ、もちろん。そう、こんな感じで夏服があって、で、はい、じゃあ次は、はい、こっからもう、コウ君と出会って、付き合ってます。なるほど。これ、2018年の3月かな。せやろ、せやろ。卒業した時の、ちょっと写真を、はい、こちらです。じゃん。これ俺見たことある。そう、これ多分な、SNS にもその時載せてんけど。でもちょっとやっぱ大人だったな。あ、これちなみに冬服。あ、そこ見てなかったよ。俺大人だったのに冬服見てないんよ。ちなみに今のとこどっちが良かった、夏服と冬服。いや、夏の方がちょっと三つ葉感あって。俺ミツハ好きやからさ、ずっと言うてる。ミツハ感があった。で、この時にコウ君が会いに来てくれて、そう、はい、卒業式に。あ、俺にスポットライト当たってるよ。いや、やっとやっと主役来ました。散々なごみにバカにされて。バカにしてないやん。コウ君学生時代楽しかった。違う、聞いただけよ。エピソードお願いします。やっぱ何もなかったんけど。あったな。あったな。絶対終わらせ。卒業の時に、はい、ほんまにこれサプライズで、うち知らんかったんけど、うん、コウ君が来てくれて、うん、で花束持ってきてくれてんな。卒業おめでとうって。お前そう言うなよ、恥ずかしい。やめとくじゃん。ここ一回カットで閉じて。それなんかシルバーのパーカー。パーカーで行ってないね、お前。全然真逆の服装やから。スーツだ。シルバーのスーツで、なんかちょっと泣いたあったやねんな。あ、そうそう、懐かしい。感動して。ちょっと動画も一応どうできて、そう、こちらです。じゃん。卒業おめでとう。ありがとうございます。え、敬語。うわ。
まだ敬語やったっけ。そうやね、普通もこの時はタメ語やけど、ちょっともうびっくりしすぎてね、ちょっとめっちゃ距離感じていいし、ありがとうございますみたいな。他人、そう、先輩とか先生みたいな感じでやってるから。で、ここでちょっともう一個公開しようかなと思ってて、卒アルです。卒アル、これあの皆さん朗報です。これ卒アルはちゃんとしたカメラマンが撮ってくれて、あの加工とかできないんで、これ漏れてない可能性あります。え、これユーライクとか撮れへん。あ、ユーライクできへん。下にあのいろんなユーライクとかスノーとかさ、 B612 とか B612、 あ、 B612 だ、都市が出ちゃってんけど、あとソーダとか、あれいろんなやつ分かれてないです。卒業写真って名前あって、その上にみんなマークない。あ、ないないない、そうだね。あの、ソーダ組、B6 組とか、あの、クラスに分かれてないです、それで。それでクラス分けされてないの？ユーライク組とかないから。ないんや。1年ユーライクとかないんよ。ウサギとかさ、パンダとかそういうエフェクトであれない。あ、ないない。クラスだけみんな顔めっちゃ尖ってるみたいなクラスないから。あの、うん、そんなやつないから。この卒アルは、はい、この間、あの、ビビらせてに出させてもらった時に、出たんよ。おうおう。で、まあ、そっちでも公開してんねんけど、 YouTube では出したことなかったから、はい、ちょっと今お願いします。見せちゃいます。こちらです。はい、うわ、これもおかしい。決して加工カメラではない。カメラ前で。ちょっと待って、なんでなんでって、なんでじゃガチやん。ガチでその涙袋あるやん。あ、涙袋な。ガチで鼻尖ってるやん。鼻尖ってる。なんでなん。コーク鼻尖ってない。じゃあ名古屋はもうおかしい。のぞみやねん。新幹線の。俺は各駅停車やから普通。各駅停車。え、JR ってこと。こだま、こだま。ちょっと先丸いな。そうそう、丸いよ。名古屋のぞみなんよ。かわいすぎる。これもう美少女やん。これはもうすごい。これね、卒アル、これはもう見たことない。すごい、ありがとう。え、じゃあラストなんかさ、俺と出会った時付近の写真とか。あ、そうやな、コウ君と出会って、その付き合った時もまだ高校生やから。あ、俺が声かけた時の写真とかあるんだ。あるで、あるで、ある。俺が声かけた日のこれ、これや、これの時、この木に俺声かけてんの。そう、このコンバースの時。そうそうそう、そう、これとか。すごいな、これやろ。そうそうそう、この時。え、この写真コウ君インスタ見てどう思ってんだ。ちょ、アホ毛多いな。アホアホアホってなって、その前にアホ3回言うてもうた。いや、あの、可愛すぎて、どっかこれ欠点あれやろ。え、それさ、ちょっと性格悪めの女の子なんよ。ちゃうちゃうちゃう、おかしいと思って、俺もびっくりしてさ、アホ毛あるって思ったら普通は人間やったんかと思って、あ、よかったよかった、人間やったと思って。で、コウ君とこの時出会って、その時の写真やな。確かに、いや、すごいわ、でもやっぱりもう、びっくりした。多分みんなもびっくりしてると思う。これもう泣いてるよ、みんな。感動してる。さまや感動やから。まあ多分こんな感じかな、学生時代は。はい、ということで、まあこうちょっとびっくり。多分ほぼほぼ全部未公開やと思う。うん、だって制服の写真とかも全然載せたことないからさ。いや、すごいわ。顔で言ったらもう東大やな。もし偏差値70超えてるわ。もし判定 A。A。S。いや、もうほんま、みんなもあの、感想とかあればぜひちょっとコメントで教えてください。え、でもさ、なんかこれさ、コウ君のやつもやりたいんよ。あ、なるほどな。コウ君はまだ、卒アルも表に出せないやんか。確かに確かに。コウ君のちょっとさ、荒ぶれてた時代。荒ぶれてないし。金髪でギャーみたいな時代とか。あの、みんなに見せたいなと思って。いや、まあ全然ないけど、まあ俺の、あの D ランクの、まあ D ランクのやつちょっとまあ載せれたらぜひ載せたいと思うんで、その時はぜひ皆さん見てください。ということで、はい、今日の動画はこれで終わりたいと思います。今日も動画見てくれてありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いしま す。じゃあ次の動画でバイバーイ。いやー、すごかったな。ちょっと感動した。感動した。映画見た気分。え、泣いてるわ、コウ君。